設備に乗っての行って、それから広いニューヨークを見て私は感動しました。そして私はいつかこのニューヨークを自分の心の中に芸術的な山のような、私の蓄えられた力でもってこのニューヨークをいつか制覇して世界に飛び出てくるということを深く誓い上げました。そして私の希望というのは将来芸術家になることだった。それで10歳頃から私は絵を山のように描きました。母が絵を描いておけない場合は財閥と人と結婚して将来家庭の主婦になると言って、私の絵の具だとかカンバスなどを取り上げてしまいました。脅迫的に押し寄せてくる小説、乱婚の小説といったものが私の大いに興味を惹かれる作品のテーマであります。小説っていうのは宇宙の星が一つだけでは存在しなく、地球も一つだけ存在しなく、全宇宙星の小説であります。で、私たちも結局花を見るとそれと同じ花がいくつもいくつもつながっていて、それに対して追いかけていくとパニック状態に陥って、私自身その花を食べてしまう。それは結局
初子重。